どうもこんにちは、イサムです。日本ではフィットネスジムアクションスタイルの運営やトレーナーをしていたり、ベトナムではサムライイサムと呼ばれてまして、国家イベントや、フェスティバルで刀のパフォーマンスをしたり、大学を回って交流会をしたり、孤児院に行ったり、日本から海外の方に刀を教えたり、そんなことをですね、サムライギャングというチームでやっております。いつもこの日本の YouTube を聞いていただいて、本当にありがとうございます。今日のテーマというのは、自分が到達するまで理解はできない的なタイトルになっているのかなと思うんですけれども、僕もですね、昔はそうだったなと思うことで、今もあそうだよなって思うようなことなんですけどね。僕が例えば若かった時に、アクションクラブとかに入っていて、アクションクラブだけじゃなくてもいいんですけど、人から何か教わるとか、自分よりも上の立場の人からいろんなことを学んでいくという時に、最初はそのことって理解をできないんですね。理解ができないというか、わからないっていうことがたくさんある。で、それを今になると分かることもたくさんあるわけですね。よく言うじゃないですか、あの時に先輩が言ってたことってこういうことだったんだなって、気づくのは後からだというようなことがあるんですけれども、これが、どんぐらいね大事なのかっていうことに、やっぱり後から気づくんです。僕もだから遅いんですけど、遅くはないというか、もしその思考を、今の思考法を、その若い時に持てていたら、もっと違っただろうなっていうのもあるし、逆に今の年で気づけたから、今後の未来が、それに気づけた僕が進んでいけるなっていうふうにも思えると。で、僕は、ありがたいことにいろんなことを、フィットネスジムをはじめいろんなことをですねやらせてもらってて、そうすると人との関わりってのがたくさんの種類増えるんですね。一つのことだけをやってないので、それぞれの事業というかプロジェクトというかに関わる人たちと触れ合うわけです。例えばフィットネスジムであればトレーナーの人たちと、そしてサムライギャングであればチームの人たちと、そして他の、事業であればそこに関わっているいろんな他業種の方々と交流したりミーティングしたりするわけですね。で、そうすると、誰がどうとかそういう話ではなくて、やっぱりその何かもうちょっとこうした方がいいんじゃないですかねって提案させてもらった時に、理解ができないからやらないっていうこととか、理解ができないからやる気出ないとか、そういうことがね起こるんですよ。で、ここがすごく難しくて、例えば自分自身がね、僕がアクションがめちゃめちゃうまかったら、先輩って多分何も言わないですよね。先輩よりも僕の方が、いろんな技術的にね、うまければ言うこと、教わることってないじゃないですか。で、そうではないから先輩なわけですよ。自分よりも知識があって、技術があって先に進んでいる人から教わるから意味があるわけじゃないですか。だけどさっき言ったみたいに、その先に行ってる人の思考とかを、今のその時の僕が理解をすることは多分無理なんですよね。分かんないじゃないですか。その想像はできるとしても大抵間違えると思うんで、その想像ができていたらその先に行けてるはずなので、理解がまずできないと思うんですね。で、その理解ができないことを、やらないとか、理解ができないからやる気が上がらないとかってなると、このその先に行く方法がとても難しいなと思うんですよ。で、だけどそういう方もいらっしゃるわけですよ。そうじゃない方もいるし、そういう方もいるわけですね。で、逆に例えばなんだろうな、僕はどっちかっていうとバカなんですね。そう、バカなんで、もうはいとか言ってやるんですよ、何も考えないで。じゃあその意味は何なんだと、それをやる意味は何なのかとか、
もっとこうの方がいいんじゃないのとか、そういうあの思考にならないで、もうこの先輩に、が言うんだったら間違いないだろうつって、アホ面こいてやるんですねっていう性格だったので、まあ、ラッキーだったんですけど、じゃあその理解ができないからやる気出ない人たちに伝えられることって何なのかなっていうのがすごく課題だなと思っていて、理解はできるわけがないってこともわかる。で、じゃあ理解ができないけど、でもこれをやっといた方が絶対その人のためだよなとか、その人もうちょっとこうしたらうまくいくだろうとかって、これね結構共通してるんですね。あの特定の個人とかそういう話ではなくて結構共通してるんですよ、思うことがね。だけどそれは理解できないから、こうなんだろうな、熱量が少ないっていうのが分かってしまうと。で、自分がやりやすいとか、自分が思うことをやってしまう。そうするとそれってなかなかねうまくいかなかったりするんですよね。だからめちゃくちゃ難しい話なんですけど、まあ、それをアクションで例えると、先輩にお前はの蹴りはね、もっとこういう練習を、何百回とした方がいいよって言われた時に、はいっつって正確にそれを何百回やる人と、いや何百回っていうのはちょっと難しいからもうちょっとこういう風な練習を、100回やればいいかって思う人といるんです。で、他に本を読んで、あ、回し蹴りはこういう練習法があるからこれを10回、これを10回、これを50回、よし、トータル100回、これでいいか、みたいなんとかね、こういうね、風になってしまうと。で、そうすると、結局、その、なんつうんだな、何百回やれば、言われたものを何百回やれば、うまくなるのに、結果ならないっていうことにね、結構陥るっていうのがね、あって、そうなんですよ。だからそこがねすごく難しいなっていう、人に伝えるっていうことも難しいし、本当にいいと思って言ってて、だけどそれを やるで無理やりねやってほしいと思ってないわけなので、やんないならいいかって僕も思うんですけど、だからそこっていうのはすごく課題だなっていうふうには思うんですよね。そうそう、でも僕もそうだったなと思うし、だからやっぱりよく言うのはさ、自分で気づくしかないとかって言うじゃないですか、人っていうのはね、だからそうなのか。でもそれだけで諦めてたら何も言うことなくなっちゃうんで、そう、すげえむずいなっていう壁に当たりますという話をね今日はさせてもらいました。皆さんはそういうことありますでしょうか、どうなんだろうね、こういう話を人としないからさ、今、ね、誰かに話すことはないからこうやって YouTube で話して、なんか言語化することで、まあ、僕の中でもこういうことで悩んでんだよなとか、ああこういう、そうだね、こうだ、確かにこう、確かにこうっていう風にね自分の頭の整理がつくので、とてもいい場所だなと思って喋らせてもらってます。まあ何か気づきなどが、もし共通の気づきがねあれば幸いです。はい、ということで僕はこの後レッスンなんで、フィットネスジムアクションスタイルのパーソナルレッスン頑張ってきます。はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。イサムでした。失礼します。